ゲイの方たちも歓迎するラブホテルぐらいの勢いですかね。サウナ付きホテル、ベルリン市内のサウナ付きホテルのランキングで2位だ。セルフロウリュできるんですよ。最高ですね。サウナの皆さん、おはようございます。海外サウナ一人旅のぴょんです。ベルリン最終日の朝を迎えました。これからホテルの朝食をとってチェコのプラハに向かうバス乗り場に向かいたいと思います。今回ですね、生まれて初めていわゆる四つ星のホテル自分で取って泊まってみたんですけれども、皆さんがなぜ、星を気にされるかよく分かりました。いいホテルって確かに快適ですね。ただしコストパフォーマンスの問題常につきまとうと思いますので、今回はそのあたりのバランスも取ってみてレポートしたいと思います。朝食会場のフロアに降りてきたんですけども、本当に素晴らしいですね。この四つ星ホテルの雰囲気、あそこがホテル、あそこが朝食会場だと思います。こんなね、装飾もあってですね、これレセプションの後ろです。ここがホテルの朝食会場です。 Good morning。 あ、デトックス装置はいっぱいあるんですよね。 これはすごい香りもいいです。豪華です。ブルーチーズもあります。こんなね、やっぱりリンゴありますね。こっちは。いただきます。こんな感じですね。いや、素晴らしいですね。このソーセージ、もう熱々でした。コーヒーもこんなポットでくれました。飲み放題です。いただきます。今からホテルを出てバス乗り場に向かいます。いやー、本当に素晴らしいホテルでした。おすすめです。バスタブもね、私はサウナに入ったんで使いませんでしたけれども、シャワーはね、朝少し浴びました。Good morning. I would like to get a suite. Wunderbar. I really enjoy my stay here in this hotel. Sauna, room and breakfast. Everything was really nice. Thank you. 今から電車に乗ってバス乗り場に向かいます。朝8時のベルリン。ちょっと今日は曇りですね。ちなみにベルリン、右側通行なんですよ。で、車もそうだと思うんですけど、ついついね、左側歩いちゃって、おいおいって思われてると思います。バス乗り場はちょっとホテルから遠くて、電車で30分ぐらいです。1本で行けるはずです。通勤時間帯なのか、ちょっと混んでますね、この山手線が。着きました。メッセノールド ISAC、 ここにバス停があるはずです。バス停というかバス乗り場ですね。向かいます。なんか Google マップスで見るとこの先なんですけど、このなんかホテルの中を通っていくんでしょうか、ちょっとよく分かりませんが、行ってみます。早めに着いてよかったです。
なんか工事の幕が張られちゃってますけど、 バスのプラッツあっちだって言ってるっぽいですね。これはよかったです、合ってました。このホテルアイビスの隣の道を行くって感じですね。 あれです、あのこのフリックスバスってやつに乗るんですよ。これがもうね、今この人から何か言われましたけど、きっとあの施しっていう、施しをっていうことだったと思ったんで、ノーって言いましたけど、このフリックスバス、これであの国をまたいでプラハに行けるはずです。着きました、ベルリンセントラルバスステーション。ここから乗れるはずです。1時間まだあるんでね、ちょっとあの待ちたいと思います。待合室こんな感じですね。やっぱりあの荷物気をつけろってことありますね。これがディパーチャーズなんですけども、よかったです。10時のプラハ行き、ラインは N32 ですけども、ゲートは23ってことでした。行きます。 N32 っていうパス乗るんで、この32から乗るので合ってるのかちょっとよく分かりませんが、また今日気温0度で、気温0度で寒いんで、その待合室みたいなところで待ちたいと思います。昨日はねちょっとベルリン暖かかったんですけど、今日また寒くなってます。このバスで行きます。車内こんな感じです。今日乗車率少ないそうで、どこ座ってもいいって言われました。お手洗いついてます。 USB ポート2つ、コンセントもあります。 Wi-Fi も使えるはずですが、ちょっと調べてみます。ただいまから出発します。もうお気をつけください。もう何にもなしで、スルッと帝国に出発するこの感じ、好きですね。国境や入国審査など全くなく、ドイツからチェコに入りました。もうじきプラハ市内です。プラハに着きました。ここからホテルに向かいます。今バスを降りたところです。皆さん美人ですね。ちょっと降ってビビってます。ベルリンからバスに寄られて4時間、無事チェコのプラハに着きました。皆さんがね、チェコチェコプラハプラハおっしゃる意味が分かりましたよ。めちゃくちゃ綺麗です。ここでもローカルサウナ体験してきます。いやプラハ本当に綺麗ですね。バス停からちょっと歩いただけでも街並みが素晴らしい。あんなねベランダでタバコ吸ってるだけでも絵になりますもん。これから歩いて30分ホテル向かいます。これまたねすごいおしゃれなエスプレッソバーがありました。飲んでるね皆さんすごいおしゃれな感じです。なんでしょうね、ベルリンもすごい良かったですけど、ベルリンはちょっと公共的商業的って感じで、プラハは本当に街並みが古の古都みたいな感じで、さすがですね。いやー素晴らしいです本当に。あそこもきっと有名な広場なんだと思います。そしてあの塔も有名な塔なんだと思います。いやー
気温1度でね、カメラ出すたびに手が凍えてるんですけれども、もう映さずにはいられない。いやー本当におすすめです。びっくりしました。こんなに綺麗だと思いませんでした。この装飾がね、いちいちね、素晴らしいんですよ。駅前から全然に進めませんね。ちょっと見どころが多すぎて。いやいやいや、どこを撮ってもになりますよ。このホテル、ホテルパリプラザ、いやーもう駅前だし、いくらするのかなと思ったら1泊2万円でした。まあ払えなくはないですね。頑張ればもっと5万とかするかと思ってました。あれがパウダータワーという有名なあのゴシック様式の中世の城門だそうです。これはティーンの前の聖母教会らしいです。ティーンの前ってどういうこと？今ここが多分一番大きな広場ですかね、駅前の。四方を本当に美しい建物に囲まれています。こっちにね、なんかみんなが写真撮ってるところがあるんですけど、このお姉さんのスタイルがかっこいいんですよ。素晴らしいですね。いやー本当に綺麗な街並みが続くんですけれども、あれなんだろう、カンナビスショップ、あっちの決まっちゃうやつですね。いやーこんなレストランも素敵ですよね。サメシもね、いいのがいっぱい見つかるかもしれないです。これはですよ。これは観光地になりますよ。これですもん。ちょっとね、これは本当に素晴らしいとしか言葉がもう出てこないですけども、なんとこの川に浮いているボートでサウナ決められるらしいんで、今日ちょっとそこに行ってみようかなと思ってます。いやホテルそろそろ近くだろうなと思ってマップ開いたら、まさかのこの辺りでした。こんなところにあるの、まさかそれじゃないですよね。このこいつちょっと調べてみます。ちょっとね探したんですけど、まさかのここでした。もう1階がマックっていうね、素晴らしい立地ですよ。マックたくさんお世話になりそうです、マックに。いやホテル入りました。てかホテルっていうか何なんですかね、サービスアパートメント、エアビーみたいな感じですかね、よくわかんないですけど、とにかく2階に上がってだそうなんで2階に上がってみます。今日のね、サウナは2つぐらい候補があるんで、さっきの川に浮かんだボートのサウナ、もう一つは、なんかほんと、いわゆる公共サウナみたいな
ローカルな感じのやつがあったんで行ってみたいと思います。いやー、お部屋こんな感じでした。まあ7泊で38,000円、1泊5500円ぐらいなんでね、それにしちゃいいですかね、十分ですかね、十分ですかね。こんな感じのね、ちょっとソファーはげてますけど、まあ、味があるといえば味がありますんで、おお、外気浴できるじゃないですか。ちょっと本当にこれ外気浴していいのかちょっと分かんないですけど、とにかくこんな大きなサイズのベッドでね、よかったです。ホテルの近くのスーパー来てるんですけど、ね、ちっちゃな、あ、レッドブル高いですね、250円ぐらい。一方ビールはもっと安いビールがあって150円とか200円とか、この2リットル入ってるビール300円らしいんですけど、2リットルで。本当ですかね、これ2リットルのビールです。ホテルに帰ってきました。このね、200円のビール、200円で 500ml 全然飲める味です。30分後にあのサウナに向けて出発するんですけど、ちょっとどうしても喉渇いちゃったんで飲んでます。事前決済不要で予約できたので、6時から1時間ですね、これからチェコサウナ一発目、ラツネナロージさん行ってきます。いやー、夜の街もすっごい綺麗ですね、期待が高まります。今ですね、ホテルからサウナに向かってるんですけれども、気温がちょうど摂氏0度です。アドバンス外気浴しながらね、サウナ向かいたいと思います。この美しい市内を流れるブルタバ川のほとりにサウナボートあるはずです。この市内を流れる川に、まあ一定の間隔でこう大きな橋がかかってるんですけれども、京都思い出しますね。今もうね、自分は三条大橋渡ってるんだみたいな、そんな気持ちですよ。あの京都にもね、素敵な五条ぐらいに素敵なサウナありますよね。 梅の湯さんだったかな、うん、思い出します。こんな感じでね、あの川のほとりにサウナボートがあるはずなんですよ。であと10分ぐらいなんで歩いていきます。ちなみに朝ベルリンのホテルで豪華な朝食を食べてから、さっきまで何も食べてなかったんですけれども、あのまたケバブやっちゃいました。で、私がケバブ食べてる姿が皆さんもね、もう見なくていいと思うんで、そのままカットしてあります。ただしケバブ屋さんで自分が一人でケバブ寂しくつっついてる時に、女性、アジア人の女性3名ぐらい入ってこられて、日本語話されてたんで、思わず私もね、寂しさから話しかけちゃったんですけども、友達3人でね、旅行してますっていうすごいあの微笑ましいお姿見させていただきました。で、あの何してるんですかって私聞かれたんで、まあ、仕事全部やめて YouTube になっているやつよって言って、 YouTube のチャンネルはね、あのご紹介しておいたんで、きっと見てくださってると思います。あのね、寂しくないですよ、楽しく自分で選んだ道ですから、あの、はい、楽しんでますよ、すごく。一人でね、あのサウナこれから入りに行くんですから、見てる？頑張ってるよ、こっちも。みんなも気をつけて旅続けてね。あの、すごいね、得体の知れない人だねってお話ししてると思います、今頃ホテルで。何だったんだろうね、あの人って。まあでも、悪い人じゃなかったと思うよ、みたいな感じでね、言って。うん、だって、悪さできるほど度胸ないと思うもんって。正解。正解です。サウナ行ってきます。今、上の歩道から、あの木の階段を降りて、その川沿いのね、小道に降りてきてるところなんですけど、普通にここ抜けてんですよ。歩きスマホしてたら死んじゃってたと思います。こういうのが普通にね、ある。これがヨーロッパスタイルですから。危な、怖、マジで怖い。
おお、危な。いや、気をつけてきます。これ完璧に初見殺しですよね。危な、ここが抜けてるんですもん、1枚分。ここ落ちて、もうサウナどころじゃなかったですよ。もう自分がこのサウナストーンにロウリュされる。何うまいこと言ってんだ俺は。行きますよ。これだと思います。ラズネナローディ30分単位 の時間制の料金で、30分60コロナなんで、自己コロナなんで、私は今日120分、いや違うんです、60分予約しましたけど、それで120、自己コロナ、まあ、800円ぐらいですか。悪くないですよね。聞いてみます。あ、そうですね、ラズネナローディ。受付のお姉さんなんですけれども、私調べだと世界一パーカーの似合う中年女性です。ラズネナローディ、めちゃくちゃ親切に教えてくれました。いろいろ、もうチェコ語ほとんどわかんないんですけど、ここで着替えて、まあ、ここにはシャウナとサウ、シャワーとかあって、ここがもうほんと暗いですけど、あの休憩室ですね、リラックス。サウナ室1室だけでこんな感じ、まあマックス15人って感じでしょうか。基本は全裸に大きめのバスタオルやシーツなどで、ドイツと同じなんですけれども、バスローブなしでそのままそのタオルを使いますっていう人が多かったかもです。で、外気浴ここでして、水風呂もあって、水、でしかもこの川に入っていってんですよ。ここがさっきサウナですね、サウナ室。川に入っていって、まあ、入れるようになってるんですけど最高じゃないですか。あります、ここもね、休憩していいっていう、素晴らしいな。最初の予約単位が30分なので、みんな割と早く上がるのかなと思いきや、1時間で上がったのは私だけでした。まあみんなもっと普通はね、長く入りますよね。やっぱりそうでした。あとこのお姉さんが本当に親切で、いろいろとまた教えてくれたんですけれども、このブルタバ川、なんかこう構造上夏でもすごく水温が冷たいらしくって、夏も気持ちいいわよっていうふうに教えてくれました。サウナ室はまあ、シンプルだったんですけども、まあ、本当に川に面してね、川を眺めながら汗をかけるっていう、すごいいい立地でしたね。川向こうには醸造所があるらしいです、ビールの。いやー、整いました。チェコビールいただきます。あと私が入った5分後ぐらいですかね、30代ぐらいのカップル、男女のカップル入ってきて、ちょっとだけお話ししたんですけれども、私がサウナの勉強に日本からわざわざやってきましたって言ったら、嘘でしょって言って、冗談言わないでよって言って言われました。その後ね、信じてくれました。はい、こんな感じでチェコ1日目いい感じにね終わりました。2日目からもね、またいろんなサウナ行きますんで、今後ともよろしくお願いいたします。おお。In 15 minutes、mm-hmm. and the price is 285. Amazing. 1時から3時の2時間はハッピーアワーで、その間に入ったら2時間で
285チェココロナ。いやー最高でした。夏でもね、この川冷たいらしいです。なんかさっき私飛び込みましたよ。あ、泳いでる人いる、ほら。やる。いやーほんと、10度前後ですね、川の水温。